七江町は北海道と東総合振興局にある町。大島半島南部に位置し、函館市から約1 6トルの距離にある。七江町は大沼トンネルを境に南北に分かれており、北部は勝火山の北海道駒ヶ岳と大沼、大沼、巡斎沼を要する大沼国定公園と水田、落農、畑作地帯となっている。南部は縦断している国道を5号沿いに、 市街地があり平野部は水田、丘陵部は畑作、果樹地帯となっている。亜寒大湿潤気候に属し、平均気温は摂氏7.7度前後と北海道内で最も温暖。降水量は日本国内としては比較的少ない。七重町の人口は1959年の小人川鉱山平山に伴って一時減少したが、函館県の一つとして、 前自増加に転じた。1975年以降は、函館市のベッドタウンとして発展し、1980年の国勢調査では人口2万人を突破した。七江町市、七江町歴史館参照役場、議会の概要について、参照警察消防電力病院、その他高等学校義務教育学校中学校、小学校特別支援学校保育所、 認定子も園幼稚園大学学校教育以外の施設一覧機関産業である農業は、水稲をはじめ、大根、ネギ、人参などの畑作、リンゴ、ブドウなどの果樹と生産品目が多岐にわたり、大沼地区では、酪農、畜産も行われる。カーネーションなどの草花栽培も盛んになっている。明治初期に、ヒャルトガルトネルによって、養酒農作物の栽培が行われ、 川田隆吉によって、断爵芋の栽培が行われた由緒ある地である。水産業は移植、不可の養殖業による水産品があり、大沼の若鷺や、エビ、純菜沼の純菜が有名となっている。工業では1973年に北海道内初となる IC 工場が創業したことなどから、先端技術産業の割合が高い。商業は、 大沼地区に観光商店街が形成されている他は、商店街形成された地区はなく、個人商店や小型チェーン店が散在している。本町、大中山地区などに大型小売店も立地するが、生活圏である函館市や北都市に購買力が流出している傾向が見られる。五十温順スーパーマーケット、大沼町内を通る幹線道路は、 シーニックバイウェイの、函館、大沼、噴火湾ルートになっている。町指定文化財参照町指定ゴルフ場、スキー場、物産、特産品、参照50音順七重町民検証私たちは、周方駒ヶ岳と横津連山のふもと、豊かな水と緑に恵まれ、近代農業発祥の歴史を持つ七重町町民です。1、自然を大切にし、美しい町を作りましょう。 1. 1力いっぱい働き、豊かな町を作りましょう。1. 進んで学び、文化の高い町を作りましょう。1. 互いに助け合い、温かい心の通う町を作りましょう。1. 未来を作る子どもたちが、したたかに育つ町を作りましょう。昭和52年11月3日、制定行政産業観光。ありがとうございます。